とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は先日もらった装備を試しに使っていこうと思います。この装備ですね。ミステリーアーマー。回避中に一瞬だけ霊体になる。そして、ポーションのクールダウン、マイナス 40% です。クールダウンとポーションバリアももちろんついてます。かなりいいやつだよね。この霊体になるがどんな感じになるのかちょっと試してみましょう。それでは行きますね。どんな感じだろうね。あ、ドラ、いいか。ドラでいいや。ドラでいいです。あ、ここはね、変更クエストです。変更が敵 50% についてるってやつか。結構戦いにくいところではあるけども、バブルバースターじゃないし大丈夫じゃないですか。うん、まあまあこれ一回一回ぴょんぴょんするのでダメージは若干受けそうだけども、まあまあもしもの時はもうポーションバリアつけてね、ガシガシいけばいいでしょう。うん、まあまあこれ無限ポーションバリアでいけるよね。いきます。どうだ、いけるよね。あ、あ、全然余裕。うんうん、オッケーオッケー。やっぱソロプレイだったら、無限ポーションバリアやりやすいね。めちゃくちゃやりやすい。オッケー。一応、矢は重要なので、少し取っておきましょうか。しゃ。いいねー。めちゃめちゃいい感じ。で、この、霊体があるから、あれだよね。うまいこと敵を抜けたりとかできて、感じになるんでしょ。うん、防御力がなんか変わったっけ、霊体中って。なんかそこのところはちょっと忘れたんだけども、うんうん、全然簡単に立ち回っていける感じですね。うん、今回はちょっとね、これ変更のクエストだから若干やりにくい感はあるけど、いや、それでも全然いけるわ。あ、しゃ、いいね。やっぱり近接は無限ポーションバリアに限りますね。影突もねすごくいいんだけども、こっちの方がガシガシ進めていける。うん、まあ脳筋装備って言っていいんじゃないですかね。あと影突の方は安全に逃げながらいけるので、まあクリアはしやすいんだけどね。しゃあ、こっちの方がね爽快感はありますね。オッケーオッケーオッケー。全然継続できる。うん、昔はねちょっとねこの継続するの難しく感じたんだけども、あ、今なんか結構いけるな。じゃあできるだけ旗は取っていきましょうか。旗は取りつつやっていきます。やりにくいお前ら。でもスライムはね敵をたくさん倒せるので、いい感じにリフレッシュが効いてやりやすいね。 OK、 全部倒すよ。旗は全部取っていく。しゃあ、どんな変更点が出るんだろう。ちょっと怖いけども、まあまあそれも楽しみのうちです。 HP が 150% 増加速度 80%。 速度はね当たりだもんね。別になんともないのでいいですね。 HP160% きついぞ。もう一丁なんだ。あ、略奪者か。あ、別に問題ないですね。もう少しでボスですね。やっぱりね変更は鬱陶しい。うん、ダメージはまあまあそこまで今回のはないんだけども、どうしてもねノックバックされるのがさ、おい止まるなって、最悪だ、止まっちゃ死ぬって本当に危ねえ。もう敵よりもなんかラグの方が怖いもんね。そういう時あるよね。よっしゃ、まあまあとにかくボスはもう少しです。もう本当にラグはやめて。よし、いいかな。
ッケー。ではボス行っちゃいましょうか。うん、使いやすい、使いやすい。うん、変更ない敵とかはすり抜けるからかなりやりやすいんだよね。あー、これ気持ちの方で来た方が良かったか。気持ちで来た方が多分当たりだったな。まあいいか、この吸血付きの方で倒します。よっしゃ、オッケー。やば、あぶねー敵の数が減るとさ、無限ポーションバリアの継続が難しくなるから、あぶねー。しっかりと雑魚敵もね、ラグっちゃダメだって。本当にラグは本当ダメ。よし、もう終わるかな。よっしゃ、あーない、やばいやばいやばい。よしよし、オッケー。もうここで終わらせましょう。うん、あ、この吸血がついてる方の俺のこの怒りはあれだね、ボス戦っていうよりは雑魚戦に向いてるんだね。うん、ボス戦はやっぱ虚無つけてた方が早く倒せるな。はい、ということで今日はこの装備を試しに使ってみました。ミステリーアーマー、一瞬だけ霊体になる、そしてポーションのクールダウンマイナス 40% だね。今日ちょっと来た場所が悪かったね。変更クエストではちょっと性能が分かりにくかったけども、でもそれでも全然使いやすい装備でした。うん、うまいことクリアできたね。はい、ギフトありがとうございました。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。